こんにちは、ほたるぐさです。今日はリップフラワーで柿の木を作ろうと思います。といってもね、かなり小さい柿の木ですね。こんな感じでミニ盆栽ぐらいな感じです。はい、ダイソーさんでこんな感じの器ですね。黒い、ものですけれども、食器コーナーですねに置いてあったものですけれども、それを、鉢代わりに使っていこうと思います。22番のワイヤーを2本持っていただいて、グリーンですけれども、色はね、何色でも正直この後フローラルテープ巻いてしまうんでいいです。こんな感じで、適当に枝を作っていきます。今回ね、2本を半分で4本でやってますけれども、3本で半分にして6本とか、枝はねお好きな数増やしてみてください。でね、あんまり全部同じ長さだと変だと思うので、それぞれに長さを少し変えてあげて、こんな感じに折り曲げつつ、先端危なくないようにね、先端は丸めるようなイメージで、作っていっています。でね、結構ね硬いので、これもね回す時ねじってるんですけれども、平やっとこなんか使ってねねじっていただければ、指が皮がどんどんむけていくということがないですね。手荒れするんですよね、やはり力を使うので、こんな感じでやっていきます。で、形をねある程度丸く残していたのは安定感のためですね。安定感を出して下に、粘土でねこの後固定しますけれども、そのためにあんな形にしてあります。で、枝の形とか向きはお好みで、真ん中にドーンという形でもいいですし、今みたいにね少し斜めでもいいかなと思います。で、フローラルテープはね今回茶色で、幹なので、それっぽい色で、やっていきます。ちょっとね巻きづらいですね。細いし、こんだけ、入り組んでるとね巻きづらいんで、丁寧にここはね時間をかけてゆっくりやっていってください。少しね枝を避けながら、こんな感じでどんどん下へ下へと巻いていきます。一番下の部分はねもうね埋まってしまうのでいいです。この程度、この辺までで大丈夫です。各枝をやって、こんな感じですね。貼り終わりました。少し緩んでるところなんかをねギュギュッとつけてあげて、あとは紙粘土ですね、使いかけですいませんが、ねりねりして、このね入れ物に敷いていきます。これね後で、接着剤つけますので、とりあえず今回は仮っていう感じで、形に、なってくれればいいかなと思います。で、粘土敷いて間に幹挟んで、さらに粘土で圧着っていう感じですね。これでねだいたい位置はね固定してくれるかなと思います。この段階ではまだね5分目ぐらいまでしか粘土は入れてません。上からね後で、芝の人工芝みたいなのを引くので、それまでねその高さがあるように少なめにお願いします。では、作っていきましょう。1センチゲージに 0.28 のステンレス製ワイヤーですね。こちらをギリギリのところで巻いていただいて、ワイヤー1本っていう感じですね。これで葉っぱを作っていくので、先端は平やっとこでギュッと潰して、あとは広げていきます。ちょっとね急いでいたのでこの時うまくできてませんが、何枚か作っていただければね大丈夫かなと思います。ちょっと丸やっとことかでね形は整えて、葉っぱの形を作ってあげます。はい、こんな感じですね。はい、次はそのまま、1センチのゲージパイプに4回巻きつけまして、1回ねじってから片方のワイヤーをゲージの溝に通して引っ張り上げます。はい、で2本持ってゲージパイプをくるくると回すと止まりますね。はい、でさらに別ワイヤー少しね10センチほど取っていただいて、10センチもいらないんですけれども、やりやすい長さって取っていただいて、先端部分ですね、こちらを、球体を作るので、まとめてあげるためのワイヤーですね。今のように1回ねじってあげて、あとはぐるぐると回してねじって止めます。で、しっかりね止まるように平やっとこでつまんで、少しね緩いですよね。なのでこの段階で先に先端部分だけね、接着剤で留めてしまっても大丈夫です。で、危ないのでできれば、今のねじった部分はね内側に入れてしまってください。くるっとね巻いてあげて、あとは開いていくって感じですね。これ細かい上にワイヤーが細いので結構ね柿なので、深円っていうか球体っていうよりは楕円形でちょっとね形いびつでもまあ大丈夫かなと思います。まあね、こだわる方はいくつか作って出来がいいものをディップするみたいなのでもねいいかなと思います。今回実はね5つほど作りました。でその実の葉っぱですね、萼というかこれは爪楊枝に紙をね数回巻きつけたもので作っていきます。間1回か2回かまあ1回でもね十分ですけれども4枚分の葉っぱを作ります。でこんな感じで抜けないと、引っかかりがね多いんでね。でこれを1枚目の葉っぱを挟み込むように2本のワイヤーで挟んで、していただいてくるくるとねじって留めます。これでね、間のね輪っかができるのでこんな感じですね。それぞれ平やっとこを使ってこんな形にしていきましょう。まあね、柿によくついてるねヘタの部分ですね。はい、こんな感じで4枚全て作っていきます。これもねお好みの数柿の実とこれはセットで、数作ってください。まあ、失敗もね含めて、いくつか作っておくといいです。はい、ではディップしていきましょう。実の方は今回ねオレンジを買っていないのでクリアでいきます。で別ワイヤーでね、かぶせ付けなのでこんな感じのものを作ってください。では膜を作ってその輪に通すっていう感じですね。膜を作って通す。でこれ、膜はね破ってしまいます。こんな感じですね。でメラミンスポンジに立てていきます。まあね作業としては同じですね。はいこんな感じで透明なのでね、しっかり膜ついてるかよく確認だけはしてください。乾かしてからねついてなかったってことはよくあるので。はいで今回は、ライトグリーンかな、でディップしていくんですが上の部分はねちょっとつけるだけっていう感じですね。本当にちょんっていいです。あんまりねどっぷりつけてしまうとつきすぎてしまうので本当に表面だけつけるような感じで葉っぱの方はねどっぷりつけて大丈夫です。はいで乾いたらストレン砂を根元までしっかりつけてください。で乾燥ですね。乾いたら今回取り忘れたんですがクリアオレンジで実の方は塗っておきました。はい塗ったというかもうつけたんですけどね。はい、ではワイヤーを1本に減らしていきます。それぞれね、すべてワイヤーは1本で OK です。で、こっちは細かいんですが目打ちで穴を開けます。こんな感じですね。で、実を通してあげて、で、もうこのセットでそのまま幹にくっつけていってしまいます。はい、こんな感じで挟んでねじって留めるって感じですね。ボンドでね留めるのは結構至難のこの細さのね枝に、つけるっていうのは結構難しいのでこんな感じでねワイヤーで留めていってしまうのが早いかなと思います。少しねワイヤー出っ張ってしまうのでそこは平やっとこなんかでね押さえてあげて、危なくないように作っていきましょう。こんな感じでね実はつけ終わりました。葉っぱはもともとワイヤー1本なのでこれでこんな感じでねつけたいところにねじって止めるとこんな感じですね。はい、葉っぱの向きとかはねお好みで数も、今回グリーンでディップしましたけれども、まあ紅葉ということでもう少しねオレンジっぽい色でディップしていただいてもいいかなと思います。柿の木ねよく見ると実がなってる時って葉っぱなかったりっていうこともありますからねその辺お好みでいいかなとも思います。はい、こんな感じでつけていきます。よいしょと。でね少し葉っぱ向きとかねこんな感じで後からでもね曲げられるので少し調節してあげてください。で、このグリーンモスですね、一瞬でちょっと読めなかったんですけれども、ボンドでねつけていきます。ほらこんな感じで取れてしまったので、接着剤をたっぷりつけて取れないようにしてさらにここにも接着剤つけてハサミでね簡単にこちら切れます。なんで手袋しているかというとチクチクして痛いからです。はい、皆さんもね気にされない方はそのままやってもいいかなと思いますけれどあと結構ね細かいシワみたいなのがね出てしまうので、マットの上やいらないね、新聞紙の上なんかでやっていただけるといいかなと思います。大体の形でね、切っていただいて切れ込み入れて幹を通すっていう感じですね。意外とね切れ込みとか入ってても違和感ないので大丈夫です。はい、こんな感じで挟み込みつつ押し込むという感じですね。はい、で少し足りない部分には後からでも横に、詰め込みます。少し切って下の綿の部分がねちょっといらなかったりしたら少なくして、針とかあったらいいんですけれども目打ちでツンツンして、違和感境界線のね違和感を少しなくしつつ詰め込んでいきます。はい、こんな感じですね。全体的に浮いているところなんかはね、あとは緑が少ないところ、これちょっとねばらつきがあるんでね、そういうところにね、緑を足してあげます。接着剤もね少しつけといてあげましょう。浮いてきてもいけないのでね。はい、こんな感じでつけて完成かな。はい、これね、なかなかいい感じに盆栽風に仕上がっているかなとは思いますけれども、はい、ここにね、アロマオイルとかね垂らしてもねいいんですけどね。はい、で針金がちょっと目立ったので、ポスターカラーですね、アクリルか、ガッシュで絵の具でね少し茶色で塗ってしまいました。そしてさらにねアンティークメディウムっていうものが、100円ショップでもね今は購入できるので、そういうのをねこうして綿棒で少し取って、茶色を足してあげたよっていう感じですね。この辺はお好みなのでそこまでね幹にこだわりがなければ、やってもやらなくてもって感じですけど、ただ針金だけはね少し目立ってしまうので、できればポスターカラーなんかでねちょっと塗ってあげるといいかなと思います。はい、こんな感じに塗って、念入りに塗っていますが、特にね気をつけたいのが柿の実のところのね上のワイヤーがね少し残っているので、その辺は色をつけてあげましょう。はい、こんな感じでいいかな。はい、これで完成となります。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。